はいサウンドチェックサウンドチェック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 サンドチェックサンドチェックテックワンツースリーサウンドチェックサウンドチェックはいフェイスブックスタートあれボタンがはい219 <laughs> はいえー、<coughs> 2016年11月の今日何日だい今日は14日ということでございましたね よろししくお願い,いたします本来だったらお日はスーパーモーンということでしてね、な何60何年ぶりかな、か何十年かに1回のあの月が地球の周りを、ですね一番近いところを今日は飛んでいるということでしたね、えー、今日の大体いい夜の10時、10時何分とか言ってたよね、確かね最接近で一番大きく見えるのが。 えー、通常の状態からすると1割ちょっとぐらいなんか大きく見えるということでして、ね、期待されていた方もかなりいらっしゃったかと思うんですけども、まあ、私どものこちらの名古屋中京地域の方では曇り空ということでして、ね、大方のところでは曇り空でなかなかのちゃんと見れないかもしれませんとで雲の隙間から時々見えるかもしれませんので気が付いたらば空を見上げてみたらどうでしょうかというインフォメーションが出ているようでしたけどもね。 まあもしあの番組中でですね、あのー、今日の月がきれいに見えるよっていう方がいらっしゃいましたらですね、メールなり LINE なりですね、何かで送っていただけたらありがたいなと思うわけでございますけどね、一つよろしくお願いいたします。さあ、それでは本日もスタートしていきましょう、イチョシチャンネル Mr.S がお届けいたします、おやじのやじ、本日もオープニング。

はい、そう,いうわけでございました。本日もよろしくお願いいたします。2016年11月の14日ということでしてね、早いもんだな、本当にね。もうだって11月も半ば中じゃんということでしたね。特にだって11月なんてさ、30日までしかないから。で、12月が31日なんだけどさ。あ、こんばんは、どうもお帰りなさいませ。お疲れ様です。よいしょっと、ね。 いやー、本当にね、もうあの、年末に近づくにつれて、どん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 時間が経つのがね、早くなり早くなりよって名前から言ってたんですけどもね、えー、11月に入ってからね、もう、特になんかスピードが速かったってね、まあいろいろなんか、いろいろあったからね、アメリカ、アメリカであんなこともあったしさ、ねえ、そういえば昨日かなんかがあれだったんでしょう、またあの、マグネチュード、マグネチュード7.8とかの地震ということでしてね、 もうなんか世界各地でねやっぱりこうやって地震とかさ被害というものが続くとですね本当になんかねいつ我が身に降りかかるのかですねちょっとねちゃんと心してですね考えに行かんのじゃないかなってね考えたりするわけでございましたということで今日のテーマはですねちょっとね秋の夜長にちょいとだけ今日はですね今回はですね哲学的な話をですねちょっと考えてみようとね まあちょっとあの最近ね、とある話で、仕事と生き方、やっぱりいろんなところでね、やっぱりそのなんていうのかな、自分の気持ちというのか、目標というのか、やっぱりそれをどこに持っていくのか、へい、コービーさん、どうもこんばんは、おかれりなさいませ、そこをね、やっぱりあのどう考えたらいいんだろうねなんて話をね、ちょっと最近よくやってたんですよ。 であのー、そうやって考えてみたらですねちょうど、えー、と僕らがそうだな十、まあ、思春期だよね青春思春期、まあ、いわゆるティーンエイジャーっていうね、えー、そのぐらいの時代って昔って、僕らの時代ってまだねあのエッセイとかああいうものがね結構流行ってたんですよ。であのう、ー、んーとね こういう番組のパーソナリティの方とか、昔はエッセイストっていうのが一つの職業としてね、成り立てたんですよ。 で書店なんかに行ってもあのエッセイ集ということでいろんなねあのタレントの方だったりとか有名人の方あたりがそのエッセイ集ということであの生きるということどういうことなんだとかですねそういったね割とねちょっとの,あの人生の教訓みたいな感じの言葉だったりとか思いだったりとかそういったものを綴った本というのがね昔は結構あったんですよ。でふっとと今今考えてみると今 エッセイ集ってあんまり見かけないことないですかまあその自分が読まなくなったっていうのが一番大きいんでしょうけどね一番大きいんでしょうけどねうんおおおおあれえ違ったインスタグラムだちょっと待ってハハ <laughs> <laughs> なんだよ、スーパームーンの月の写真かと思ったら今日ケンタ祭りだって、マトキさん。<laughs> はい、ねいや、あの、そんなところもあってね、な,なんていうのかな、あのー、やっぱ、10代の頃ってさ、 自分は何者なんだっていうねある意味さ自問自答の時間だったりとかその自分の,そのこれからの将来だとかそういったものにやっぱり夢を持ってたなやっぱりなんだろうな青春に恋焦がれてた恋愛に恋焦がれていたで。生きていくことにやっぱり <laughs> コーヒーさん、餃子とビールと疲れて、どこまでもつか。大丈夫大丈夫。ま、あの、あの、この番組聞きながら寝るなっていうのはね。いやいや、もう、コーヒーさん、この前ね、あの、チャットのログインがね、アイランちゃんどうもこんばんはです。はい、ね、あの、チャットのコメントがあまり入ってなかったから、多分ね、もう、コーヒーさん寝てんだろうなと思ってから、で、終わりの方で、あの、数少なくなったからね、声かけようかと思ったんだけど、もし寝 出てさ俺が番組でコーヒーシャーンって言ったらさ慌ててこいって起きるとねえらいことやなと思ってからねあのこそって雇ったんだけどさ最後にあのお休みの言葉頂きましたありがとうございましたねお二人はいよいしょとねはいえっ、ー、とですね蓮先生今日からですね親しみを込めて呼び方が変わります蓮ちゃん <laughs> <laughs> ちょっと馴染みがなかったらごめんね <laughs>、はい、そういうわけでございましたねいやいやいやだってさもう仕事疲れてるだろうしなと思いながらねうんだって <laughs> 気持ちよくやっとさ寝た時にさあのこの何、まあ、ラジオの向こうっていうかさ向こうからさ、ね、自分の声名前呼ばれたらさ無意識に起きるじゃない。 だからあのなんうのどれだけ疲れててもさ、俺、絶対起きるのが、ね、あのあら目覚まし時計の音、まあ、目覚まし時計の音もそうなんだけど確実に絶対起きるのが電話の音なんですよ、でそれもあの昔の,あの黒電話のジジジリ,リ,リジリジリってあの音ね、<laughs> どんなに疲れててもあれは、ね、起きるうん、だからねその,その自分自身の、ね、癖があるから。 だからね、もう疲れてやっと、ああ、気持ちよく寝たなーっていう時に起こされるの辛いだろうなって思ってね。いやー、だからこの前だからね、よし、終わったーと思ってからさ、と、閉じる準備やってたらさ、コーヒーさんから、お疲れ様って、ああ、起きて、起きてたんだーと思ってからさ。 勝手に勝手に寝,寝かすんじゃねえって言われそうだけどね、はい、<laughs> まあ,あのそういった面でねあのちょっと秋の夜長をですねあの自分はね今一体何者なんだ、ね、じゃあ今の自分にとって楽しいことって何なのって。 何を対戦したらいいんだろうっていうことも含めてですね、ちょっと時には今日はですね、哲学的な話も含めてですね、えー、改めて考えていきたいなと思うわけでございますね。まああのー、なんていうのやっぱ10代、20代、30代、40代でさ、を重ねてくると、10代って、 何にもやってないからこそ夢も希望ももうこ,こんな状態であったでしょなんか自分だったらこんなことできるあんなことできるんじゃないかなとかねすっごいやっぱ夢と希望にあふれててやっぱりその自分の等身大をちゃんと見れずにやっぱり夢見る夢子さんだった時もあったのは間違いないと思うんですよ。 自分自身考えた時にねあやっぱり10代20代の前半、まあ、30代でもやっぱり自分のことをやっぱちゃんと分かってなかったよなってやっぱりね今すごいそれはねやっぱり考えるうんでそれを何だろうな受け入れられるようになったのがやっぱり どんなそのやりたいこととかどんなにその自分が社会力になっても自分の力でねやっぱり伝えられることと伝えられないことがあるんだなーっていうものがどんどん分かり始めてきてなんか初めてなんかね 自分っていうかね自分が周りに対してどう向き合わないといけないかとかねいろんなことをなんかその時初めてなんか本気で考えたような気がするんですよ今考えてみるとだから10代20代なんかって言ったらねその時なんかって言ったらもう天狗になってたからねある意味さ昔も言ったようにねやっぱりなんだろうな僕的にはの仕事がいろんな仕事をやったんだけども 仕事を移るたびにね、それなりの時間です、結構上の方まで、ね、成績が上がってたんですよ。だからね、仕事、を本当に若い時はやっぱなめくさってたよね、自分自身考えたときに。 だから車の運転させると人並み以上にそこそこの時間でボンとうまくなっていっちゃうし営業やればね12か月ぐらいではもう半長かかり兆ぐらい曲がってみたいな感じだったりとかねだからやっぱりなんていうのかな極めることなくそのお山の対処で終わってたっていうのがねやっぱね今考えるとすっごく反省するんですよ。で 反省と同時にうわ俺すっげえもったいないことしたなっていうのがね思いがやっぱあるのようーんだからね毎回言ってる重機のオペレーターとかさ営業だったりとかねトランクと運転手だとかさ水商売だとかいろんなことやってきて多分よその時のその道をじっと頑張ってね修行してさ頑張って乗り越えていりゃね 多分どの道でもね、俺、多分そこそこの暮らしできてたはずなのよ、多分で、それがやっぱりね、まあ器用貧乏というのか、まあ自分の考えの甘さっていうかね、そこでやっぱり、その幾度もやっぱり生き残れるチャンスがあったのを、やっぱり自分自身で壊してきたっていう思いもあるんですよ、実際。だからの この年齢にしちゃいろんなことを経験させてもらったっていうことは言えるけども、まあ、本当だったらねその中のもうど,どの仕事でもいいからもうちょっと頑張ってね石の上の3年っていう言葉もあるようにねちょっとだけ頑張ってちょっとだけ周り、ね、あのいろいろあったとしてもさあの辛抱してやっとりゃ、ね、随分生き方違っただろうなっていうのはね今、すっごく考えるよね。 じゃあかといってそういう生き方をしてこなかった自分がじゃ嫌かっていうとそれも違うのよだから前言ってるように二十歳の時に付き合ってた女の子と一緒になってれば多分僕は今の農業ですよ。う まあ、あの田舎のね村社会の中でさやっぱりやってたと思うよねうんだ21の時付き合ってた女の子と一緒になっとれば水商売だったろうなと思うしだそう考えるとねだからあのターニングポイントごとにああもうここで落ち着いてもいいかなって思った時には多分横に女の子がいたのよねこいつだったら一緒になっていけるかなって って思った時は多分男としてはターニングポイントだと思うで幾度となくそうやって考えた子たちとねうーんでもそうやって振り返ってみてもあああのチャンスはやっぱり逃しちゃいかんかったよねっていやそゼロじゃないよその気持ちはねその気持ちはゼロじゃないんだけど だけど俺のこの新しいもの好きのね新しい仕事がさいろんななんか冒険して、えー、新しい世界に飛び込んでいくっていうのかそういうのが好きななんかね流行りもの好きのやっぱりもう基本的にその性格だからそう考えるとねやっぱり。 うん一つの過程で収まってなかったんだろうなっていうのはね、やっぱり今,今考えてもそういう予感がするんだよね、実際。はい、ウエスト君、どうも、えー、いらっしゃいませ。名前言っちゃいかんない,、ね、これ <laughs> いつもい,いつも来ていただきました、ありがとうございます。<laughs> いや、そう思ってね、うになって で特に今、僕なんてもうほらもう生活習慣病、人工透析でさ、あのー、まともに仕事がちゃんとできる状態で亡くなったって、そうしたらさ今までの人生とか、ね、振り返って、ね、いろいろ考えるわけですよ。そしたらば そういう意味でですねやっぱりあの僕らがやってきたことやらかしてきたこととかねそういったものを振り返ってじゃあこれからその新しい人生を歩いていこうという人とかですね今、どっちに行こうかなって考えている人たちのです、ね、ちょっとでもですね、えー、まあ、羅針盤とまでは言わないけどね。 えー、こんなことやってるとこんな風になるんだよっていうですね、まあ、一つの,あの、えー、話にもなるんじゃないかなと思ってですねちょっと今回は秋の夜長に時には哲学的にね私は一体何者なんだって、ね、でその先にあるのはじゃあ僕はこれから 何を糧に生きていくんだっていうねまあ大げさかもしんないけどね大げさかもしんないけどさやっぱりあのね心のクッと真ん中にねやっぱりその思いがちょっとあるだけでもですね随分ねやっぱりの気持ちが楽になるというかねまあぶれなくていいんじゃないかなと思ってねちょっと今回はそういったことを掘り進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 まあ皆さんのですね、大切にしている座右の銘とかですね、私は今こんなことを考えてやっておりますとかですね、まあ、そういったふうなお話とかご意見ご感想ありましたらどんどんお寄せいただきたいなと思うわけでございますね。<laughs> いやあのここ数日間ね、ちょっとあのとある話でね、あのずっと考えてた <laughs> テーマがあったんだけどね、私は生きるために 仕事をしななけければいけない、ね、じゃあその仕事は何のためやるのね生きていくためもちろんそれもある楽しく人生を楽しむために仕事をやるって要は仕事をすることによってお金をもらえたりとかねやっぱりいろんなやっぱり得るものがあると。 それをやっぱり得ないとねやっぱりご飯食べることもそうだしやっぱ遊びに行くにしてもやっぱそれなりにやっぱりお金も欲しいしっていうねいろんなことを考えるとそうすると自分のその人生を楽しむというテーマと、えー、仕事というもののそのバランスね距離感の置き方っていうのをねこれはね確かに考えると非常にやっぱ難しいですよね実際の話。 で先日来ね、ね話が出てたのがそのまあ、自分がそのなりわいとしてね何かの仕事をやります、始めました今、やってますって言っても多分、どんな仕事だったとしてもやっぱりその意にそぐわない仕事っていうのはやっぱあるわけじゃない実際の話な。何にしてもさ、ね 営業にしてもそうだし運転手の仕事にしてもそうだしさ何の仕事やっててもねやっぱこの現場なんかねこの仕事なんか乗らないなっていうのはやっぱあるよねでもやっぱり仕事だねやっぱりクライアントが言えるとかさやっぱお客さんのこと自分のことを考えるとねこれ好きだからやろうこれ嫌いだからやらねえってさ まあ、簡単にそういうふうに割り切れないっていうのはやっぱ現実だよね実際の話でもしその本当に自分の気に入った仕事気に入った相手とだけ心を通わせて仕事をね精神的にやりましたって言ったらさどうなるか結論ね俺みたいになる 会社勤めいろいろやってきていろんな仕事やってきて最終的に僕はあの広告代理店みたいな広告制作業みたいな形で自立したわけですよそうすると始まりはね僕なんて結局あのデザイン学校に行ってたわけじゃないしインターネットのあの専門学校行ったわけでも何でもなくって1718年ぐらい前かな結局その頃に ホームページでビデオが流せるとあだったら面白いじゃんっていろんなことできるじゃんっていうねもう勢いだけで僕飛び込んじゃったんですよだからあの何、ー、て言うのかな広告代理店とのつながりも全くなかったしデザインやってる人間としての,あの実績もつながりも何にもない状態でもう飛び込みではいどうもいもらっしゃいませこんばんばです飛び込みでスタートしちゃったんですよね でもともとが僕、九州の人間で、ね、名古屋って親戚、友達、に何にもつながりいがなかったんですよ、ですからもう仕事を新しく始めましたって言ったら、もうその当時なんて言っも電話で100%飛び込み営業ですからね、あこんにちは、どうもーついや、実はホームページの制作をやっておりましてって言ってねで、今ちょっとあのホームページであのインターネットを使って、ビデオが使えるんですよって、どうですかみたいな感じから始まりましたね、で、うーんまあこの性格ですからね。 あの当時当時もちろん一人から始めて、うん、もうもう人間なんていうのは本当にマックス増えた時に5人ぐらいまでしか増えなかったですからねその中でできることをでその当時ってもう178年前だとねあのインターネットでビデオ流すって言ってもビデオの制作をする会社っていうのがもうその当時 テレビの CM 作るような会社ぐらいしか映像制作する会社ってもう元々がなかったんですよであの当時そうやってから営業回ってね歩いて回るとやっぱりあのあ初めてその話聞いたらちょっと聞かせてっていうお客さんもいたし <coughs> その時代にもうあのいやうちも CM 作ってやってるよとかねあのいろんなことでビデオ使ってるよって「で、いくらか,かりました?」って言ったらね本当にね もうちょろっとしたビデオで、ね、100万、200万なんていうそういう時代だったんですよ、本当に。というか、本当にあの、うん、ビデオ機材を使って、まあ、そうだな例えば。あのー キャバクラなんかでさ女の子のねあの紹介なんか、まま、昔からの写真を使ってねあの雑誌なんかにさあのなんとかお店の誰誰じゃーみたいな紹介っていうのあったんだけど、まあ、そういったものはあのプロモーションビデオみたいな感じでビデオでやりましょうって言ったらね一人やっぱり20万30万っ使ってるわけよでそれもあの、えー、カメラマン、えー、音声メイク監督と車の運転手とかもうワンクルー本当にもうフルセット もうテレビなんか撮影行く時に見かけるようなフルセットの人間使ってやってるからもう高いに決まってるのよ実際なんですね。 であの僕なんかの場合はもうそうやってから最初からそれだけの,、ね、あのお金とか費用とかかけてどんなものができるかってもうそれはもう向こうに任せたような、ね、状態だからってやっぱちょっと冒険するのは怖いですよねってで僕らはその正直な話機材なんかもうテレビ局使っているようなねって一台何十万とか100万とか200万のカメラ使いませんからってもうホームビデオでだってインターネットで見る分にはもうホームビデオで十分ですからってでここからスタートするってで僕らも言っちゃ悪いけどやっぱ やっぱ素人ですから、始まりはね、ですから、そんな何十万、何百万なんていう金額じゃありませんって、もう僕らは1日1人いくらですよって、のその計算であの、手間がかかった分はお金ちょうだいって、ね、で手間がかからなかった分には、他の方はこれだけの予算見積もりだって言っても、そこの部分はひょっとしたら安くなる部分もあるかもしれませんよって、こんなところでどうですかちょって言ってからねいや、それで新規開拓で、新規開拓でっとやっていってたんですよ。 でやっぱり始まりがそういうスタートでやってるから、あのー、完全な営利会社じゃなかったっていうのはやっぱりね僕の失敗は失敗ですね。あの普通だったらばそうだなパン屋さん開きますって言った時にじゃあディスペイのパンなんか作った時にさ食、えー、パン食パンねフランスパンとかさ、まあ、いろんなパンとか製品がちゃんと食べられるちゃんとしたものがあって。 それを原価いくらで作っていくらで売るっていうそこの辺りの数筋道がちゃんとしてるわけじゃないと僕なんかの場合そうやってやった時にあのもうそういう何て言うのかなもう営利のそのごく当たり前のことをもう全く度外視してやったからねだってもう自分を勉強させてもらいながら一緒に何がいいかわかんないからお客さんと一緒にちょっといろんなことを仕掛けていきましょうよっていうような立場だったもんですからね だからやっぱり前も話したようにさ最初は社長が出てきてね直接話を聞いてくれてもうどんな話だつって言ってそうか、それちょっと他のもやってるのは面白そうだから、うん、やってみるかみたいな感じでねで最初のうちは社長と話してからし,ょううしようこそしようこそってねいろ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 ,いろ,いろお話してその中でそ,のそれでやるんだったらこのぐらいお金か借りますよとかさいろんなことも払わって話してねやってるからだからね失敗がなかったんですよ、最初の頃って。 で何から空気がおかしくなったかなというと社長がもうだんだん慣れてきてじゃあ店長にじゃあ次はの担当任せるとかで店長がやっててて次はまたあのそのインターネット担当の担当者をつけたからとって,言ってね上から下の方にどんどん,どん,どんその責任者が降りてくるとそうするとねやっぱすれ違いっていうのはどうしてもやっぱりお金を払う方としてはね。 えー、業者のくせに何俺らの言うこと何言うこと聞けねえのみたいなね、やっぱりそういう考え方のね、やっぱり人がい,いたのも事実ですよで。そうするとね、こっちはこっちでさあの、いや、これだけの仕事やってんだからさ、って本来だったら30、40もらってもいいんだけどって、まあ、そこを10万ちょっとで抑えてんだからって。 ね、だからあの、そういった面ではそのお互い、ここまではあのこっちが譲るからってね、ねここのままじゃあ俺らが譲るよみたいなさ、さそのやり取りがねあの、オーナーとだったら、もう直のやっぱりやり取りでできてたんだけど、まあ、そのあたりのところがうまくいかなくってね、そうするとやっぱりあの気に入る仕事、まあ、気に入る仕事っていうか、気に入る担当者とかね、やっぱりやり方が出てきちゃうわけよ。 まあそうすると、ねあのー、広告代理店、ね、あの <coughs> その当時お世話になってたところの、あのー、社長さんから言われたんだけどさおいおい、坂本ってあの、ね、広告代理店で、ねあのー、長くやっていこうでお金を稼ごうと思ったらってあの、ね、ってもう何があっても,、ね、もうとにかくお客さんにもうイエスイエスイエスもうオンリーイエスまでいけってもうどんなことを言われてもイエス もう取り抜けろってそれができないとねやっぱりお客さんも減っていくし仕事もやりにくくなるし難しいよってやっぱね一時期言われた時あったんですよ。 でそれはまあその前後にやっぱりあのお客さんとのねやり取りがさ、やっぱりあのこちらの思うような風にいっぱい受け止めてくれなかったっていうかね、ねやっぱりそれですれ違ったりとか、ちょっと難関があったもんでさ、で、あのー、もう俺、気短かったもんでね、あの当時なんて、であのホームページ作ったり、ビデオ作ったりして納品するでしょ、で一番ひどかったのがね、一番ひどかったのがね。 紹介で新規でお店のホームページとプロモーションビデオと何だかのセットアップで作ったのよで <coughs>、えー、作っていくまではそのお店のスタッフの方とかねなんだかんだか豆に来てさあのこうしてこうしてあっしてこうしようっつってねいろいろ話し合って作ってたので、えー、1ヶ月ぐらいで作り上げて納品したんかなで 納品,まあ、納品もギリギリになってくると、もうほぼ手入れることないぐらいなっていうところまで感覚やってきて、であの一応、ね、日にちをきちっと決めて、じゃあ、この日納、納品ということで、じゃあ、閉めましょうかってね、でそれまではもう、ここ変えたい、あそこ変えたいっていのは、どんどん言ってくださいと、ね、で納品終わった後にあのに、手入れるのはあの別枠としてあのいただくことあるかもしれませんよっていう話でね、一応、それで進めてた。 そしたら納品する、もうちょっとぎぐり,ぐり,ぐりぎりぐらいのところぐらいでね、まあ、まあ、まあ、触るとこなくなったからみたいな感じで、担当がね、あんまり来なくなったのよ、<laughs> うん、であの、その当時のうちの,あの決済の方法っていうのがね、結構強気な決済してたの,、まあ、あの納品したらば原金支払いですよって。うん あのー、それだけだってうちも,だってもう金額はもうギリギリのところまで下げてるからってそれで回していこうと思ったらもう現金決済してもらわないともう賭けとかもうなんだかんだちょっと,とてもじゃないけどうち首回らへんからっつってねその代わりギリギリのところまで抑えてますっつってから、まあ、通常の金額の3分の1ぐらいの料金設定でやってたんですけどねでとあるお店がそうやってから納品して納品したらねその担当がね、まあ、連絡つかないって 連絡つかないっていうことはないんだけどね。電話には出るのよ。あ、ごめん、ちょっと今忙しいもんで、あとでかけ直すわ、バーンと切って、電話買ってこない。<laughs> それが、何回 ?3 日ぐらいのうちにね、もう、幾度となく続いたのよ。うん。で、もうそういうやり方されるのが俺、大っ嫌いだったもんで、ね、さ、大っ嫌いだったもんね であーもう来いかなって、もう,う初めからこんな風でさ、それから後の信頼関係が続くわけねえなと思ったもんでさ。 であのそれが結局あの店長っていう人だったんだけどさその上にオーナーがいたもんででもうオーナーに電話してくれさすいません、ちょっとあのお宅のお店と,あのちょっとあの今のやり方だとあのうち付き合いできんもんでってで制作やもお金いらんやもんでっても新しい業者探してからそっちでやってくれってってもうこれからうちのオタチですけいいですかって言っさらどういうことって言ってからねそしたらあのそ,の、ね、その話して。 納品終わってからどうのこうのでもうあの現金でその時に終わらせるよって話でやったでしょって社長覚えてますよねって言って覚えてるでていやでも担当者こうこうこうでもう3日間も全く連絡を取れない状態なんでそんなんでだって信頼関係も何もないでしょっつってからねいやー悪かったちょっと現金払うもんでやってくれんかいとかね言われたんだけど、まあ、結局それでその時集金しかけたとしてもね結局その、まあ、店長 との付き合いなわけですよでそれ考えるとまあいいことないなと思ってねだからその時なんていうのはあの時売上いくらぐらいあったんだっけなんだかんだでね40近くあったんだけどさ1ヶ月間かけてね あったんだけど、まあ言ったら、もうそこでなんか金だけ取っても、あとはなん何も触らないっていうのなんか嫌だなと思ったからね、なんか自分の中のポリシーとしてね、あの上げ足を取られることだけ選ぶほうがいいなと思ってたの、その当時、本当に。 あの後ろ盾があるわけじゃないし何があるわけじゃなくても飛び込みで仕事をもらってからねそうやってあの仕事のやり方っていうか仕事に対する向き合い方っていうかさそこだけで勝負しようと思ってたからそうするとね、ねやっぱりあの後からさあいつ金だけ持っていきやがって,ってあれでもう結局あの、やり逃げみたいな感じだわなんて言われるの嫌いだなと思ってたからね。そう考えるとさもう もう,もう1円のお金でもね、あの中途半端なお金もらったらもう嫌だなと思ってたからね、もう切るときにはもうその月の分の支払いとか何度か、ああ、もうお金いいですからつってで、そのお金、支払うべきお金で、新規でね、慌ててあの業者探そうと思ったら、余分なお金いるかもしれないけど、そっちの方に使ってって、その代わりあのオタクとうちとはもう一切関係ないですよ落ちってからね。まあ すっげえだからそういった面ではあのー、喧嘩してたねうんまあそれは自分の気に入ったお店とかさ自分の気に入ったクライアントだけ残してってねまあそれができればそれが一番なんだけどね一番なんだけどね でもやっぱり結構荒い付き合い方してたね <laughs> だからあの <coughs> な、まあ、仲間というかねクライアントとして残るというよりもなんていうのかなもう本当に一人の人間としてお客さんお客さんだから業者だからっていう関係性の上じゃなくて あの人間坂本っていう人間を気に入っていまだに付き合ってくれてるあの人っていうのはそういう人が増えたのも事実うんだからあの何て言ったらいいんだろう何て言ったらいいんだろうこれやったらいくらもらえるなとかねそういう考えじゃなくってうん。 だからまあ経営者としては失格だったけど人の生き方としてはうーんうーん間違ってないような気がするんだけどねうん蓮ちゃんそれは間違いないですねうんだからねうんそれこそ実業家としてね 会社をその育ててさ大きくしてとかさ事業を躍進させるっていうそれを考えると俺みたいな人間はトップにはダメよ向かない、うん、もう極端すぎる極端すぎる、うん、だからねえやっぱり仕事がねなちっちだなって思う仕事の時どうしようかっていうねいう話の時にさやっぱそれを一番感じたのはね あのネットビデオ配信っていうものを最初に始めた時にですねダンサー踊り子さんたちの,あの取材をしてその踊りの様子だったりとかインタビューなんかをあの掲載するっていうね何、まあ、て言うのかなあの夜のお店の。 インフォメーションサイトみたいな感じだね。トゥナイト スリーというね <laughs> トゥナイト,スリート,ゥナイトえ、ちょっと待って、スリーだよな、ツーだったっけ <laughs> あのテレビでトゥナイトっていうですね夜のお店とかですねいろんなあのその娯楽系の情報を配信する番組がありましてそれが終了してね終わったんですよ。でちょうどあのうちのそういうあの、まあ、ニュアンス的にはあの飲食店とかですね飲み屋さんとかですねそういったものを紹介しようというサイトを始めた時にじゃトゥナイト、まあ、じゃああ,のあそこの次でツートーナイト 2か2か3かで一応やったんですよねでその中の一のつのコーナーであの踊り子さんたちのねその,あのショーの様子を、うん、短編のね紹介ビデオにしてであの楽屋でインタビューとってでそれを記事にまとめてっていうやっぱことを一時期やってたんですよ、えー、10日間ワンクールで入れ替わりするもんでその10日間で大体そうだな あの当時、1回に3人ぐらい新しい方ビデオを撮ってインタビューを書いてで記事書いてっていうことでやってたんですけどねもう今だから言えるけどねあのすっごいやっぱりねあのプロ根性でめちゃくちゃ頑張っている踊り子さんがいたのも事実なんですよ。事実で まだまだその業界始めて本当にもう新人で何にも分かってない子もいましたかといってもうすっごいベテランの方もいましたねであのお店の方としてはね あのちょっとこうやってあの取材やってからネットで紹介してくれる業者がいるんだけどってどうってインタビュー受けるみたいな感じでね、まあ、全員に声かけてもらってあいいですよって言ってくれた人はもう全員あの取材してから警察しましょうっていう約束だったんですよ。 そうするとね、やっぱりね、もう、小屋主さんがね、いやー、なんか取材に出る、あれ、<laughs> でね、あの、時々、やっぱ、いかしげるようなね、あの、時もあるんだけどさ、そうするとね、やっぱりね、うーん、頭下がる人はいましたよ、正直言って。あのー、すんごいね、記憶に残ってる僕、ダンサーさんでね、一人いるのが、 1>, えーとね、1日、1日あそこの小屋で何公演だったっけ3公演じゃなかったっけな1日3公演ぐらいなんですよで、10日間でしょで、普通の踊り子さんたちはあのレパートリーとしてその、まあ、そうだな多くて10曲ぐらい曲持ってくるわけでその10曲に合わせて衣装をだい大体まあ10着ぐらい持ってきて。 ね、やるんですよ。でもねとある踊り子さんがねもうね衣装がねすんごいなえっとね支度部屋っていうかさあのステージの前でねあのその踊り子さん一人一人があの自分のあの部屋っていうのをね使ってるんだけどえー、広さがだいたいそうだな6畳近くあるのかな ぐらいのところにもう衣装とかね姿見だったりとかいろんなものを置いてあってからメイクアップしてなんだかんだやってって言るんだけどもうね3分の2ぐらいがもうあの衣装でもう山積みなのよ。ーっと思って入った時にねまそんなもう全室なんて見たことなかったからうわすっげえと思ってね。 でいろいろインタビューしていって聞いててでやっぱり気になるじゃんそれだけ衣装が他の人に比べたら圧倒的に多いから。 で一着がその何小林幸子みたいにさのこういうでかいやつとか言うんだったらねかさばるのもかるんだけどもうどう考えても明らかに100着近くのドレスとかさいろんなものがやっぱかかってるわけよだからね、ねすいませんあ,の、まあ他の、ね、ダンサーさんたちもお部屋入れてもらってこうやってインタビューさせてもらったりしたことあるんですけどなんかこんなにドレスをよ数を持ってきてらっしゃるお取り寄さんって僕、初めてなんですよって。 どうしたですかちょっとよかったら教えてもらえませんかって言ったらねそしたらその踊り子さんが言うわけあのねって例えば10月の1日から10月の10日まで同じ街同じステージで同じ時間帯に私たちは出るね見に来てくれる人に向かって踊りというパフォーマンスで見てもらうんだってでもお客さんの雰囲気とかそういったものは 一日一日一回一回みんな違うとだからお客さんのその雰囲気とか色合いというかその流れによってお客さん自身がその何ていうのかな例えばあのどういう雰囲気を求めてるかとか今日はちょっと明るい雰囲気で行きたいわとかねちょっとやっぱりあの今日は踊りをなんかしっかり見てほしいわとかねやっぱりね違うんだって。 だからそれに合わせてで、えー、ファンの子たちが来た時に、あのー、すみません、あの曲踊ってもらえませんか,かあの衣装で踊ってもらえませんかって言われた時に手元に何もないとやりようがないでしょとだから、やってもらったリクエストは前、私のことを見てくれてるっていうことの証明なんだからだからもうお客さんからいただいたリクエストにはかもう可能な限り答えたいと。 だからどん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 衣装が増えていってもこうなんだよつって,言ってで今でもだからもう1日何回かのその公演ごとにね毎回今回どうしようと今回どういう組み合わせにしようっていうことでねやっぱりねあの音響さんってまあ,あのステージがあってその2階部屋のところにですねあのスポットライトを照射したりとか音楽をかけたりとかねステージをわーっと回してくれる人がいるんだけどそことも話し合いしながらねやっぱやってるっていうね。 あれはね、本当にやっぱりね、プロ根性ですね。うん、あの、色眼鏡で見るわけじゃないんだけどね、やっぱり、でも実際のところ、やっぱり色眼鏡で見られがちな商売なのよ、実際の話。 まあ水商売なんかもね、やっぱりさ、あのー、男に適当にお酒飲ませてから、酔っ払ってきゃそれでお金もらえるだろうなんてね、やっぱり思,思われてる節があるんだけど、でも実際はね、とてもとてもやっぱりあの、もう口に出すことができないぐらいね、やっぱりいろんな思いをかけてみんなやってるっていうのがやっぱありましたからね。 だからそのダンサーさんの,その取材なんかの時もそういうねやっぱり思いがある人っていうのは取材はすごい楽だってもう溢れるばかりの思いがあるからそれを受け止めてそれをもう、まあまあ、ね記事にどたと書いていく分にはさもう正直言ってもうめちゃめちゃ楽よじゃあ何が辛かったかってね書くことがない人がいるんですよたまに。 こうどう,どう表現していいんだろうな自分のステージの番手が来ました音楽かかりますはい出ていきましたでもなんていうのかなもうね伝わってこない人もいるのようーん でインタビューしてもやっぱり何て言うかな特別そんな思いもなくってまあ、えー、その仕事に入って印象的だった子はねまだ2年目とか3年目ぐらいのね子でまあそういう仕事にやっと慣れてきてっていうねなんかその人前に立つことが怖くなくなったかなどうかなっていうぐらいの時期だったとは思うんだけどね。 あやっぱりいらっしゃいましたねだから割合でいくと一生懸命その仕事に向き合ってやってるっていう人がそうね10人取材するとそのうちの2人ぐらいかなうん。 でやっぱりまあどっちかというと僕はあんまり好きなタイプじゃないって言っちゃえばもうそれで終わっちゃうんだけどまあ取材しにくいっていうかねどこ褒めようかなって考えるとさ本当にねど,どこ褒めたらいいんだろうっていう悩み悩、ま、悩んじゃう子がねやっぱいたのは事実だよね。う まあそういう子が大体10人のうちやっぱりやっぱり1人か2人はやっぱりいたよねだから当時はねやっぱりあのそういう記事をさただそのでもその踊り子さんたちの紹介のサイトっていうのがねその当時ねもううちともう一つどっかのサイトがあって2つぐらいしかなかったんですよで ましてやその踊り子さんたちの,あの踊りの雰囲気とか何かをビデオで紹介しているのってうちしかなかったんですよですからあの、サイトに対してあのその視聴者のファンの方からねあの「誰々さんの映像は入りませんか?」とかね何か問い合わせがあったりとかインタビュー記事に対してあの「取材してもらってありがとうね」っつってからもう追っかけみたいなさすごいコアのファンの方なんかもいらっしゃいました、ね、いろんな意見いただきました。うーん もちろんそういうい、ね、熱が入ったインタビューの時にはありがとうねって言ってくれたこともあったし、うん、逆にやっぱり乗らないインタビューの時なんかはね、うん、いや,やっぱり、えー、結構きついことい書かれたこともあったよね。 うん、でもでもその時はさやっぱり自分自身で考えた時にね「うんやっぱこのインタビューはあんまり俺も載ってなかったからね」ってもうこれに関してはやっぱりまあどう言われても仕方ないよねっていうのはやっぱあったよねだからの僕の中ではその時にね、あのー、仕事というかなんていうのかそれをね考えた時に。 自分の好きな仕事を自分がノリノリでできる仕事ばっかり来るってことないよねというのはその時に理解した、うん、でその「乗れねえな」っていう時でもその当時って <coughs>、ね、新しいメンバーさんが来て「今日新しい初日ですよ」って言ったらばもう初日に撮影に行くんですよ。 で夜のあのステージをでもうあの撮影できる人聞いてでもうぶっつけ本番でカメラポンと持って行ってからもうステージの隅の方でねあのスタンドカメラとかがもうどんな踊りをするかどういう動きになるか全く聞かされてないし打ち合わせもしてないんだけど一発撮りで撮ってって。 でそのままインタビューをかけて,ってで帰ってからそれをもうパソコンに取り組んで編集してで記事も書いてでその日のうちにあの更新アップっていう、ね、それがもうルーティーンだったんですよだからね、まあ、の乗らないとか,なんかうんちょっと書きにくいなとか、ね、もう言っとれなかったんですよその当時ってだからねその時は僕も,だからもう自分の 意識っていうかさ自分はここにいたとしてももうあもうこの子の記事書くときにはもう別の人間が誰か書いてるっていう風にねあのー、そういう風に考えてたねうん出ないとねペンが進まなかったまあいいことじゃない実際ねうんまああのー、なんだっけ 多重人格なんかをね、発症するそのきっかけっていうものに近いよね、そういうことはね。だって自分がいるのにさ、今の自分は本当に自分じゃないってね、で、どっかの別人格を自分の中でその作り出してで、その別人格と自分の本人格っていうののコントロールがうまくいかなくて多重人格と始まるわけでしたね。だからそういった面では、自分がやっぱりその、乗る気になれない仕事だとか、やっぱり自分の人格をもう、 通り越して別の人格でないともうそのこなせないよう、ね、な仕事とか生活とかそういった方なものを生み出さないといけない環境とかそういう考え方というもの自体が危険は危険なのよ。ね、それも分かった上で でもやっぱりもうこの短時間でねやっぱりこれだけの仕事をやろうと思ったらねとてもじゃないけどやっぱりちょっとやっぱりうんやりこなさないといかんかなと思ってねだから当時だからその仕事っていうかその企画がですね1年1年半ぐらいかなやっておりましたねものすごくだからそういった面ではねあの時に鍛えられた部分はあるうんやっぱり最初に比べるとどん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 その 自分のコントロールの仕方というかね、そこがやっぱり、自分なり考えた時に少しずつ上手くなったなというところもあるし、あとはやっぱり視聴者の皆さんとかね、やっぱりファンの皆さんから、あのこのこどうだこうだっていうね、やっぱり言葉とかご意見なんかも、やっぱりどんどん風向きも変わっていったしね、いいことがありますけどもね。だから自分の人生の中において、ね、人生とは何なんだよって、何のため飯食ってんの 何のため仕事やっっててんのって、ね、仕事を楽しむためまあそれはそれが一番なんだけどさなかなか楽しめる仕事をつくなんていうことはねやっぱり至難の業だしねうんで意外と自分自身がさやっぱりあの納得のできるというか打ち込める仕事についている時ってさこれね変なもんでね意外と自分自身はそれより気づいてないことがね多いのよ。 まああのー、その仕事にしてもそうだし恋愛にしてもそうだけどさやっぱりそのなくしてから初めてやっぱ気付くっていうのがねこれ愚かなんだけど人間のやっぱ多いことだからねうん。う んななの関係もそうじゃないだってなんか付き合ってる時にはうっとうしいなもん、本当にな、もんってね思ってさ、まあ、いいやもん、電話なんかかけなくてもいいやって、ちょっとくらい冷たくしても大丈夫だなんてさ思ってるのにさ、ねちょ、ちょっとしたことでさ喧嘩して別れたりとかかなんかするとさ、あの時何んなことやっとけばよかったなとかさ、ね、大体そうだよね。別れた後とかなくしてから気づくんだよね、本当にさ。だからそういった面じゃね。まあ ど,ど,どこに自分の人生の最大のチャンスが転がっているかわからないじゃない。ねもう人のことなんか考えてもわからないから自分でだってさ時々やっぱり自分の人生を振り返ってみてねあのさっきも言ったようにさやっぱり二十歳の頃に付き合ってた女の子と結婚してたらこうだなって21の時の子と結婚してたらこうだなってってさやっぱりそ,のそれぞれにチャンスタイミングっていうのはあったわけで。ね うんでじゃあ今考えた時にさね歴代の自分のさ恋愛歴史の中でさ誰と誰と頑張ってたら今幸せになったんだろうなってはい、にんじいさんどうもこんばんはいいねありがとうございます。 どの時代の子と一緒になってたら今俺幸せだったろうなってそれはみんな考えるでしょだってそれはさそうするとさねだかなんか人生経験がいろんなことをやって分かってきて大人になってきて後になって後になれば後になったほどあのいい人と出会えるっていうようなことになればねそれはそれで分かりやすいんだけどさ 意外とでもやっぱり自分が未熟だった時に知り合ったねあのー、人っていうのがさでもいやーでも考えてみたら俺に足りないものあの人はみんな持っててうーん未熟なあの時の俺でもあの人と一緒になってたら今頃。 ね、曲がりなりにもなんかそれなりの一発の親父になってただろうななんてねやっぱ考えるもんねそういった面じゃねやっぱりチャンスっていうのはねいつ来るかねわからないっていうのがねこれは現実だなと思うんですよ本当にとなってくるとで何が大切になってくるかっていうといつ何が起きてもどんなことが起きても対処できるように。 ね、自分が考えることができるねその余裕と考え方に対するやっぱり事前のやっぱり心構えっていうかねやっぱそれがあるとねずいぶん違うんじゃないかなぁとは思ううーんまあ人間生きてるとね価値観っていうのはねおそらく変わってきてると思うんですよおそらくねそら 学生時代のさ、中学校、高校ぐらいの時のね、やっぱりあの、男の子にしても女の子にしてもさ、その頃にやっぱり自分の好きになるタイプと、今の多分好きになるタイプって全然違うだろうからね、実際。はい、かんさんどうもいらっしゃいませ、こんばんは。よろしくお願いします。ねえ。だからそういった面では、その自分の好きな人っていうのがさ、ストライクゾーンが絶対変わってこるじゃないまあ、なんで子供の頃ってね、 子供の頃ってさ、ストライクゾーンなんて言うと、なんて言うのすんごい狭かったことないまあ、小学校で言うとね、いやスポーツが上手いとかさ、足が速いとかさ、頭がいいとかさ、面白いとかさ、大体、小学校の好きな人の定義って大体そのぐらいの条件でしょ でそれがやっぱり中学校、高校、ねまた、もしてあの社会人になっていって、ねい、いろんなやっぱりあの年代も、あの学生時代だったら小、小、ね、中高生ぐらいだったよね、ああ <laughs> 速度制限、もう本当に頑張っての、本当にね、はい、またゆっくりあ、いらしてくださいませ、過去動画でもやってるからね、あのどっからでも入れますんでね。はいあのー、まあ 学校だったらさあの3年3年だからねやっぱり下は2つ下まで上も2つ上までっていう感じでさやっぱ限られた枠の中でやっぱり見る異性という目とねそれと社会に出てから <coughs> 学生生活の中ではさ上も下も2つぐらいまでって思ってたんだけどそれが社会に出てみるとねやっぱりその例えば19歳で社会に出て10歳はでも29歳でしょ。 で、まあ、今の時代の29歳なんて言ったらもう全然普通にねお姉ちゃんで通るんだけどさ僕らのね頃の、まあ、バブルの頃のあのバブルのちょっと前ぐらいの時代だったらねもうやっぱりまだまだねやっぱりもう30とか40とかさもう30代、40代ちょっともうおじいちゃん、おばちゃんっていうねまだまだそのイメージがあったから。 全くその社会に出るまではねそのぐらいの年代の人が自分たちの恋愛のターゲットとかさ対象になると思ってもいなかったけどでも実際、社会に出ていろんなところでねそういういろんな人たちと相、うん、まみれていくというかねやっぱお話しさせていただいてとかいろんなことをやっていく中ではねわなんかこんないいところこんなすごいあななんだこんだこ優しいところなんかねそういうね新鮮なねやっぱり 感動っていうかさ、やっぱ感じるわけよ。そうすると、それまでは自分のそのターゲットに入ってなかった人の、まあストライクゾーン、ね。これがね、やっぱりポン、ポン、ポンと広がっていくんだよね。だから、えー、あなたはどんな人が好きなのってね、聞かれると、ちっちゃい頃の方が、割と気軽にね、 この人が好きとかねまあよくあのインタビューなんか答えてるのを見ると、ね、女の子だったら優しい人が好きとかね、うん、優しい人って難しいよね実際さでもやっぱりその曖昧な優しい人が好きでも通ってたでこれがやっぱりまあ、社会人生人生経験ね いろんな人とのやっぱりやり取りとかすれ違いとか喧嘩とかねまあ良かったことも含めてやってくるとその価値観がねやっぱり変わってくるんだよね本当にさだから今なんてさ <coughs> 時々誘えてねなんかかんかんの与た話してるときにさ、でさ本ちゃ何今何どんな人が好きなのなんてねやっぱりそういうのはさお互いにそういうい話で話題で出てくるじゃね実際ね そうするとね今ね俺心から思うのはね心から思うのはどんな人間にもねいいところあるだろうっていうのはねあのね究極の答えに近い状態でありそうな気がするうんだからその何て言うのどんな残虐非道なね人間に見えたとしても全くの極悪人って 一色ってことねえだろうってどっかにやっぱりなんか、あのー、心の柔らかいところとかさちょっとあのあの触れると傷がついちゃうようなところがあったりとかさ優しくするところがあったりってそれはね誰でも多分持ってるんじゃねえかなって問題はその優しいところ弱いところを俺の前に出してくれるかなってそこの違いじゃないかなと思ってるわけですよねっ だからやっぱもちろんその人間関係ってさ変なもんでやっぱ虫がすく人間虫がすかない人間っていうのもねこれはいるよもう生物である以上はもう動物的な感覚としてあの虫がすく虫がすかんっていうレベルの話っていうのはあるからあの100%、ね、全ての人に対してその切れ事が通じるとも思ってないですもう生理的に無理っていうにねやっぱりあの間もねあるからさ。 ね、だからもうあの誰かと何かでねあ仲よくなりたいなと思ってもまず生理的に無理って言われたらそれは無理、ね、だって生理的に無理って言われた人をさなんか一生懸命こうやって肩掴かんでさ「見て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 !」好きになって!」って言ってさ追っかけても仕方ないじゃん実際の話ね。 だからそういった面ではやっぱりあの最低限でも生理的に無理と言われない人とねあとはそのお互い話す,話,話す言葉ができるねあのそこさえできりゃね少しずつねあのお互いにいいこととかさどういうところを大切にしているのかってさ、いろんな意味で,ですね見る。 見、見つめ合うことができるんじゃないかなと思うわけなんですよ。ねだからそこをね、やっぱ焦りすぎてもいかんし、だからあの、ちょうど僕らの青春時代のね、やっぱりあのバブルの頃、あの前後って言ったらね、もう街でね、綺麗な女の子も行きかけたら、声をかけないと失礼だぞみたいな感じですよくよく、ナンパ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 ナンっつってからね、ナパガセンパ合戦とりましたけどもね。 であの当時のだからもう暗黙のルールって言ってもたった1つだけもう声かけるのは誰でも声かけなさいとねでも相手の人が嫌がってたらば弾かないかんよってもうそれだけルールは本当にだからそれを空気読めないやつはだからいつまでも失敗するよね。う まあ大体5分10分話してるうちにね、もうこっちからどんなね、どんなネタを振ろうが何しようがさ、薬とも笑ってくれない人はこれは無理だからね。ええー。逆に言っちゃえば、その、どんな話をしたとしても、どんな空気になったとしても、笑ってさえくれりゃね、あのー、意外と道は開ける。<laughs> 開いてきた、ね、そこのところはねやっぱりあのうん極意じゃないかなってね思うんですけどねだからのそう考えるとさ最近なんかねやっぱりほらなんていうのコミュニケーションの取り方がうまくなくってねやっぱりあの相手に心が伝わらなくって最終的にストーカーとかいう犯罪になったりとか事件になったりとかね で今の法律とか今のやっぱり社会慣習から言ったらばどこまでが許せるのどこは許せないのっていうのがさすんごい、まあ、ボーダーラインが難しいでしょ実際の話。 だからの僕らがその若い時にやってたようなやり方で、じゃあ街に出てさ、あこのこの子はなんかちょっと仲良くなれてなと思ってさ、こんにちは、どうもなんつってからさ、話しかけって言ってもさ、ね、ましてやこのおじさんがさ、そんなことやっていったらさ、え不、ね、不審者です、怖いですっつって警察に囲まれたら終わりだもんね、いきなりこれだもんな、本当にね。そう考えるとね、今の時代の方が難しいっちゃ難しいのかなと。 でこの前、えあれなんだっけ、えっ、ー、とね、テレビ番組で、マツコ会議か、あの番組で、あの保育士さんの独身寮あれを潜入取材ということで、ね、番組でやっておりましたけどね、え、付き合いたい女性の仕事ナンバーワンが保育士で、彼女にしたい仕事のナンバーワンが保育士さんだったっけで 彼がいない職業も保育士さんがパーセントかなり高かったとっいうことでねなんかそういうことでなんか切り込みで行ったみたいなんですけどもねでも聞いてたらね結局あの、じゃあ同じ職場にいるあのほぼ,ほぼさ,んほさん、男のスタッフねでどうなのって言ったらねあのやっぱりあのほぼさんの社会という女性社会だからって入ってきてる男の子たちが 男の子を貸しちゃうんだってね。うん。だから、あの、どうやっていうんじゃなくてね、あら、何々ちゃんいらっしゃいみたいな感じでね、あの、美容室の世界と一緒、みたいな感じでね。うん。だから、あの、同じ職場でやっぱりね、なかなかのそういう恋愛まで発展することはなかなかない、ね。で、彼女たちが求めてるのが、意外とそういった面では。 男らしい男を求めてたりってねそうすると身の回りにはそういう人はいないしってで今だとそのなかなか出会えるかっていうと出会えないしってねまあそうだよね考えてみたらさ子供を預けているお父さんお母さんの立場からすりゃさえー 保育所の保母さんたちがさなんか連日連夜合コンしてるっていうのもなんかちょっとそれも確かに自分が親の立場だったらさちょ,ちょっと抵抗あるよね確かにねそう考えるとやっぱり自重してあんまり派手なことできないとかさやっぱそういうふうにはつながっていくよねで今その彼女たちがその出会いとかそういったことを求めて何を使ってるかっていうと やっぱりアプリとかねやっぱりスマホのアプリとかああいたところの、あのー、コミュニケーションっていうか SNS とかその辺りのところをやっぱり出会いの場としてやっぱり行き来してるっていうのは今の時代の現実みたいだよねうーんこれでもど,どうなんだろうね いやーなんていうの、まあ、そこに出会いのチャンスがあるっていうことを考えるといいことなのかもしれないけど <laughs> どうなんだろうねあのもう自分自身で考えると僕は今まであのネット経由で誰かと付き合いましたとかなんか恋愛関係になりましたっては僕は一切今までないんですよ経験がないんですよ だからね、なあ、だって、ネット掲示板、うん、あたりがその最初、多分そういう、えー、なんか、伊勢の出会いの場みたいな感じで、一時期バーっとね、熱上がってやって、でメールかなんかでやり取りしてなんつってさ、で、最初の頃なんてね、やっぱり、その、ね、なんか、ちょっと気になります、なんか、どの子のっって、メッセージやり取りしてくださいみたいな感じで、ビービービーってやってね。 でダーってね、あいい子だなと思って,てね、あのメール返してたらさ、えー、結局は向こうは男だったとかねあの、メールのやり取りだけではお金稼げるとかいうことでね、あのメールなんかだったら、まあ、声も何にも聞こえないし、姿も見えないからねあ、ジャッキーさん、出会いは SNS だと、手っ取り早いかもしれないけど、長続きするカップルが見たことないかもね。 うん手っ取り早いの SNS での出会いってどうなの実際あのフェイスブックなんかでさよくあのほら何だっけ出会い系のさ何とかかんとかでさ広告たまに入ってくるからさ今どうなってるんだろうかなと思ってピーンと覗きに行くとさあのこれもだってあのあれでしょあの理論的に えー、無料で男も女も無料で使えるところっていうのは未だにあるんだよねでもお金を払ってないからこそ何て言うの真剣味が足りないっていうかさなんかやっぱりあのそういう、えー、ある意味のトラブルが多いとで料金を払っているところは 真剣にそれだけその出会いを求めているっていう意味ではあのー、最低限のところではいい人がいるなんていうそういうふうに見てるなんていう話を聞いたことあるんだけど今ってその辺りはどうなんでしょうね。の、まあ、覗きに行ってシステムをこうやって見てるとね まああのー、そうやって、まあ、広告まで出してるようなところだとやっぱり運営のやっぱりお金を稼がないといけないからということもあるんだろうけど、まあ、女性の方はまはあ、無料で全ての機能を使えるけど男性の方はなんだっはポイント換算でねなんかパンパンパンと、えー、課金されて使われてって一応そういうふうなことみたいなんですけどもうね難しいよな。 難しいよねーゲームなんかで経由で知り合った方がそれから考えると自分の,その好きなゲームのジャンルだったりとかそういったところでの,その共通性がある分だけ仲良くなりやすいのかな, <laughs> な うんまあ、一つは、もう自分自身がね、今だってその、なんていうかな。 その真剣にもうど,どうにかしてはね、あのー、友達とか彼女とか作りたいっていう気持ちで見てないからさだから多分,た多分そこがねそもそも,多分そ,こそ,そもそもそもそこがねやっぱり熱の入り方が違うからさどうしても、えー、ちょっとそこのあとやらないかもしんないけどねいやね,いや,ね,い,やねいや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 いかいかい今日はね人生を語ろうて,て、ね、<laughs> すごい脱線しちゃうんだから本当にね でもさやっぱりねあなたは何のため生きてるのってやっぱり考えた時にねやっぱそこに何か一つぐらいはねやっぱり芯がないとジャッキーさん顔も見たことない人にいきなり「可愛いとか「好きだ」とか言われても私はピンとこないってねそうだよね <laughs> ねプロフィール写真見てさ、ねあの、私こんな子なんつってさ、写真だけ怒られてきてもさ、本当って、<laughs> そう思うよね。それは、あのー、なんていうのその、例えばさ、ネットでね、こうやってさ、あの、ビデオチャットみたいな感じで、 であのお互い顔ね見せ合ってからさ、で生声で話してからね、ねどこに住んでんのみたいな感じでね、そういう感じでつながってるんだったらさ、少なくとも目の前にいる人間は実在するっていうね、<laughs> 最低でもそこの確認はできるけどさ、メールとかやっぱコメントだけだとね、やっぱり、うーん、不安にはなるよね。 っていうか、その状態でさ本当に好きになっていった時が辛いよね。ーだって現実か幻かもわからない状態なのに自分の頭の中でさやっぱり想像して、ね、妄想してっていうなんかねやっぱそういう一面になるでしょう。 そこは、ね、なんかその状態でなんかななんか自分の気持ちだけがなんかヒートアップしてさ好きだ、好きだっていう気持ちがなんか強くなっていくっていうのも、ね、これはこれで辛いかなとは思っちゃうよねだからあの、えー、よく、ね、ストーカーっていう形での事件というのが、ね、事件化して、あのー、警察介入とかいうことで、うん、報道されますけどね。 ちょっとだからね、複雑になるのよ。正直な話。正直な話ね。うん。まあ、やってることを見てね、それを許せ,る許せるとは思わない。許せるとは思わない。でも、もうちょいとなんか、あのー、上手にね、やっぱり、あのー、相手に心なり、自分の気持ちなり、自分というものをね、やっぱり伝えるっていうか、 プロ,プロデュースする力っていうものがねやっぱりあのちゃんとコミュニケーションをとる能力というのかなやっぱりうんど,どうにかう考えられなかったのかなっていうふうにあのちょっと思っちゃうことはあるよね。うんまあ、特にこうやって自分自身がねやっぱりあの喋る まあこれ仕事じゃないんだけど喋ることをまあ一つ、なりわいにしている人間からするとねやっぱりあの <coughs> 一応、僕らなんかもですねこうやってまあインターネット、まあ、あのメッセージ、コメントいただく分に見ておりますとですねやっぱりあの、えー、アメリカの方とかさ中国の方とかさやっぱり日本からあの外に出ていってねやっぱりそういう方々もいらっしゃるしあの外国籍の方々からもねやっぱりあの時々コメントもいただきますよ。 うん、オンタイムでは見れないんだけどって過去動画で見てますよみたいな感じでね、であの今年あのあ8月ぐらいに僕あの、腸閉塞でね、やっぱり入院して、何ヶ月かやっぱりあの出れなかった時にね、やっぱりメールの方道が飛んできて、どっかしたんですかみたいな感じでね、いや、ごめんって、もう今、入院してこうなんですよっ,つって、また体良くなったらあの出ていきますんでって、またその時見てくださいねっつってからね、やっぱりやり取りしたりとかね。 言っているあのー、まあ今まで自分自身も裏切ったこともある裏切られたこともあるね泣かしたこともあるし泣かされたこともあるでいろんなねやっぱり人とのやっぱりその何て言うかなつながりだったり助けられたりやっぱり <laughs> 裏切ったりこれはもういろんなやっぱりケースがあっていろんなことがありましたよ実際ね。 でもやっぱ僕らが自分たちが今までやってきたことのその経験っていうものはですね何かかにかの時にですね後輩たちのあの一つの経験値としてねえ渡していくべきなんじゃないかなとは思うんですよ。だって同じ失敗をさ分かってて繰り返す必要もないしやらない方がいいよね失敗の経験だったらさ。 そういった面ではその経験者であれば、まあ、自分の,そのなんていうのかな話していい秘密とかここまでは言っていいかなとかその辺りのところは常識的なラインというのは必要なんでしょうけどもねでもそういった面ではやっぱり昔僕らがそのお世話になっていた人生の先輩っていうね人たちの存在というものが、まあ、僕らの,その生き方に影響を与えてくれたことも事実だしそういった面での今の社会での 人生の先輩っていう存在がねやっぱちょっと希薄になってるんじゃないかなっていう気はするよね実際ねうん,なんかまあちょっとここ数日間でねそうやってさ「あ仕事って難しいよね」って乗らない気が乗らない時の仕事をどうやってこなそうかとかね何のため仕事やってんだろうとかさやっぱりそういうことをねちょっといろいろねあの考えて話したりもしていたんですけどもね まあ究極な話なんだけどね、うん、何のため俺は生きてんのってでも本当にねその、えー、自分の今置かれてる立場だったりとか環境だったりとかでもちろんそのこれからの自分ができることもう全部ふっくるめて考えた時に、えー、何で俺は生きてんのって何のために生きてんのって何をするために生きてるのっていうのはねあのね 時々考えるる必要あると思うだってそれはその年齢によって日にちによって月によって周りの人によってもやっぱり少しずつ変化していくし変わっていくしというもんだと思うのよだから今自分はどこにいるのかなっていや今自分はどこを向いてんのかなって どこをゴールにして自分はここの海を泳いでいるのかなっていうのはさ、やっぱり自分自身の今の場所とやっぱり環境をちゃんと見つめ直すことで初めてあ、ここからだったら東に行った方がねあが陸地が近いやとか、南に行った方があがここに走ってくる船がもうすぐ通るからって助けてもらった方がいいやって、人生ってそんなもんですよ、いろんな選択肢がある。ね だからやることに多分無駄なことはないでしょうとただやることに対してすっごく回り道になることもあるかもしれんしすっごい近道になることもあるかもしれないどれを選ぶかっていうのはその人のやっぱり人生のやっぱり境地であるし選択するということだしねだそういった時に船であればコンパス羅針盤ね海図海,海の地図ねうーん 北に行けばここに行ける南に行けばここに行ける、ね、で方向がこれが北の方向これが東だ西だっていうねだから人間の人生もねやっぱ同じことなんじゃないかなとは思うまあ逐一ね小さくさこうこうこうっていうふうに決め,は決め打ちはできないけどね少々回り道したとしても最終的な目的地はここに行きたいんだっていうねやっぱりあのそこの部分は 願いとと希望と夢すんごい大雑把な言い方だけどでもねすごく、ね、大切なことだと思うんですようん、えー、ドライブナビゲーションマップでね現在地がピーンと出ますそしてどこに行きますかって言った時にさじゃあここからじゃあ東京に行きたいってじゃあ東京って東京どこですかって日本橋ピッて入れるとねそうすると高速道路を使いますかって一般道を使いますかって このルート行きますかみたいな感じでさ今のカーナビってそうやってさ選択肢を聞いてくれるじゃないその中で自分の生き方に一番フィットしたルートを案内してくれるって人生もね僕はそういうもんだと思ってるんだよそのカーナビの役目をやってくれるのが親であるし先輩であるし、ね、会社の上司であるしある意味自分の部下であるし仲間であるし友達であるしっていうね だからそう考えると、ナビゲーションデータは多い方がいいわけよ、十人に、どっち行った方が早いと思うって、いや国道1号線行ったとしても、今の時間だったら渋滞で多分時間かかるよねって、だ東名高速登っていこうかって、あっ、東名高速でもさっき1時間ぐらい前、あそこで、ね、事故やってたみたいだからって、どうせ上も渋滞してるよって、あそうかって、じゃあ1号線じゃなくて、150号線という国道がこの海沿いに走ってるから、こっちの方が早いよ あなんだ東京に行くのかいって、じゃあ俺も今から東京に行くんだからって、あのここで待ってから、ついておいでって、あの車引っ張って、引っ張っていてねあの、案内してあげるよって意味でね、案内してあげるよなんつってからさ、トラックに乗ってる頃なんか、そうやってね、無線仲間から本当に助けられてナビゲーションされてもらったんですけどね、でもね、考えてみたらね、あれがやっぱり人生の生き方にね、すっごくなんか近い気がすんだよね。うーん やっぱ人間誰でもやっぱまああの無駄な苦労はないとは思う無駄な苦労はね無駄な苦労にするかしないかは結局は本人次第だよどんなことをやったとしても失敗したことをああ失敗したらあらんなことやらんけよかったと思って後悔するだけだったらその人にとっては何のプラスにもならない後悔にしかならないじゃない。ね でも失敗した時に「ああしまったあれで失敗しちゃったな」って「なんで失敗したんだっけ?」って「ああそうかあそこで判断間違えてあそこでノーと言わない,いかんところを俺イエスと言っちゃった曖昧無垢なお返事しちゃって曖昧な単語を取っちゃったからね」ってああいう「ああいうふうなことに巻き込まれちゃったんだね」ってそういうふうに反省する考えることができりゃさ失敗したこともいい自分のやっぱりその糧になるよね。 でそういったところっていうのはやっぱ考え方だしやっぱり自分の捉え方だしねだそういうふうにしてやっぱり選んで、ね、で,で,できるだけ変な道に入らないようにっていうね正しいやっぱりルート案内してもらえるっていうことは大切その中心っていうのは自分のやっぱり軸ができるだけぶれないように北に行こうと思ってるのにさ北に行こうと思ってハンドルだけは北に切ってるんだけど行った先は東に行ってたなんていうのはそれじゃ話にならないじゃないね だからハンドルというのは自分の,その、えー、自分自身のやっぱり中心よ、ね、そういった面で、あのー、なかなか自分のことっていうのはねやっぱ見ようとしてもやっぱ自分自身のことゆえになかなか見えないっていうのは多いじゃない、ね、だからそうならないようにですね、まあ、あの1週間に1日でもいいな、うん、週末でもいいし 月曜でもいいしね、えー、週末に考えようと思うんだったら今週週間俺どうだったかな私どうだかなって考える月曜日週の初めに考えるんだったらばああ先週なんかん、ま、いいことなかったなじゃあ今週はちょっと何か一つでもいいから先週よりもいいことをやっぱり思えることを増やしたいな もうそれをねやっぱ意識するしかないと思うのよだって誰もやってくれないじゃない自分がだって考える自分が動くこれが基本だからね、うん、それを基本で動いてて初めてそれに感動してくれる同調してくれるそういう人が仲間が集まってくるって僕は思ってるんですけどねええー その仲間を増やすためには、僕はこういう旗の色を出してますよって、僕はこういうことを目指してやってますよっていうのをね、やっぱり、あのー、主張していくことっていうのは大切なんじゃないかなと、まああのー、先週ね、中日にあのちょっとね、あのー、チャットに入ってきた方々のね、書き込みがちょっと乱雑な書き方した人が来てね。 うんまあ、のチャットで参加してるレギュラーメンバーも少なかったんだけどねどうしようかなと思ったんだけどねあの昔からのここの場ではねやっぱり年齢とかさ、ね、どこに住んでるとかどんな仕事をやってるとかもうそういうものを一切抜けにしてやっぱりお互いに尊び、上舞い、ね、相手がどういう人かもう全く分からなくてもいい。 ね、やっぱり相手のことをおもんばかって、やっぱり、とうとうね、やっぱりそういったところっていうのは、昔から守ってきたところだったもんでね、そういった面ではもう、うんって、ね、カウント見てるとねあの、ログインはしてないけど、見に来てる人の数はね、結構上がってたのよ、<laughs> どうしようかなと思ってね。 でここで、あのー、きついこと言ったりとかするとね、ひまあ、印象悪いかなとも思ったんだけどね、でもあくまでもここにログインするんであれば、ね、やっぱりあのそういう輪を乱すような人はね、やっぱ来てほしくないし、正直なんだし、入るんだったらそこは覚悟して来てくれっていう気持ちでね、この前はちょっとそこでちょっと、あのー、爆発しましたけどね。う それはね、今の僕のこの番組に対するやっぱ思い出ですようん。まあ、少々日かかる火の粉はね、やっぱり力づくでも振り払わないかんっていうこともやっぱ出てくるしね。 まあ、多分インターネットを使ってからねもう今だったらあのツイキャスなんかでねやっぱりあの10代の方なんかがね結構自由奔放にやってるような放送もあるしもう本当に上から下とか言うといかんけどねいろんなやり方でやってる方がいらっしゃいますけどもねその中の一つの番組としてうちの番組としては、えー、その、まあたり見てる方、聞いてる方がね気分を悪くされないようなせめて最低限のルールマナーを守れる番組っていうのは 継続しててき逆にそれが継続できないようだったらもうすぐでも番組をやめようと思ってるってねもうこれが僕のこの番組に対するたった一つの教授ですようんそこさえ守れてればねあのいいんじゃないかなってねで今だったらあの生ライブで見ていただいている方とあとの過去動画でね見ていただいている方っていうのがういろんなあのパターンでね あのシーンで見ていただいているということはもうよく分かっておりますので、ね、もう皆さんの見やすい見方、ねえー、時間帯今そういったもので使っていただければいいんじゃないかなとね。ね えー、コメントの方はね、こうやってお受けいたしておりますんでね、まあ、皆さんからの、えー、時に優しい言葉 <laughs>、ねあの、いろんな言葉飛んできますけどもね、あ,のー、ありがたいことでございますんでね、まあ、それだけは守っていきたいなと思ってるわけでございますね。まあ、せっかくこういうあの親父がやってるわけでございますんでね、時にはこういうですね人生に関わる話もですねちょっと踏み込んでやっていこうじゃないかと。ねえー、大きく道をそらす前にですね、 あの事前にですね、ちょっと踏みとどまって見回してみようということでございます。はい。さあ、それでは本日も最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。と、よいしょっと、んじゃあ、よいしょ、アフリカ TV、YouTube をご覧の皆様は、ここのたりでお別れです。えー、今週は、今週は俺、大丈夫だっけ何もなかったよね。えー、予定通り、<laughs> 予定通りやります。 月水金、毎週月水金の21時から終了見てということで、だいたい22時30分までね、一応やっておりますんで、またお時間がありましたら、皆さん、こぞって集まってくださいませ。<laughs> まあ、皆さんからのご意見、ご感想とかね、こんなことどうだみたいな話もですね、お気軽にお寄せいただければありがたいもんでございます。それでは、一応チャンネルの Mr.S がお届けいたしました、おやのやシーズン2。本日もこれで終わり。 じゃあ、アフリカ TVYouTube をご覧の皆様にはエンディングの曲を聴いてお別れいたしましょう YouTube の方にはこれからコメントでお別れになりますそれでは本日のエンディングテーマ Oh My Little Girl 何も騒がしい街並みに佇む君はとても小さくとても寒がりで泣き虫な女の子さ街角のラング 口ずさんでちょっぴり僕に微笑みながら凍えたからだそっとすり寄せて君は口づけせえがむんだをおまルるが温めてあげよう 「オーマイ・リ・ル・ガル」「こんなにも愛してる」「オーマイ・リ・ル・ガール」「二人黄昏に肩寄せ歩きながらいつまでもいつまでも離れられないで」 髪を撫でながらぼんやりと君を見てるよ甘えた声で無邪気に笑う僕の腕に包まれた君を 「君だけを Oh, my little girl」「こんなにも愛してる」「Oh, my little girl」「冷たい風が二人の体すり抜け」「いつまでもいつまでも離れられなくさせるよ」 あげよう。お前ルルがこんなにも愛してる。お前ルルが二人黄昏に肩寄せ歩きながら、いつまでもいつまでも離れないと誓うんだ。